はい、おはようございます。8月1日出発から23日目、月曜日です。天気は雨です。昨日はこんなところに泊まりました。安達太良高原の営業キャンプ地無料です。炊事場とトイレは超汚かったです。テント張って寝ただけで、はい、6時15分出発。はい、いやー雨降ったっけ。急いで荷物積んだ。山だからここだけ雨降ってるのかもしれないけどね。8月1日か、8月になったな。しかも出発から23日目って日に日にびっくりするわ。しかも昨日さ、原発のせいで引き返して山2つぐらい越えて二本松市に来たのね。その最中に多分メーターが11,111キロ行ってたな。くそー、ちょっと撮りたかったな。これ逃すとな、次2万だからな。もうゾロ目なんてそうめったに来ねえのに。はい、虹が出てます。カメラに映るかな。これはすごい民家シリーズ。あーと現在7時10分です。はい、すごい民家シリーズ。家に富士山を持つ男です。まあ場所はだいたいこの辺って感じかな。いい出発。5-6メートルぐらい大体あんのかな。庭に富士山作っちゃったか。会津はね、磐梯山とかね、鶴ヶ城なんだけどね、ツーリングに最適なのはね、今日泊まってた安達太良周辺の吾妻山っていうところにね行くとね、結構いいツーリングポイントっていうかね、山だーって登ってったりして、山登った先は結構ね綺麗なところなんでツーリングポイントだったんだけどね、今日はちょっとねやめて、今日はっていうかね、吾妻山自体がね確か噴火危険レベルがね上がっちゃってね、行けないんじゃないかな。行ければね結構いいルートでね、景色もいいしね、山の火口っていうかね噴火口までねこう覗き込めるようなねいいところなんだよな。もったいないな、今日行けないなんて。あいつはあと何かあったかな。まあツーリングで言うなら磐梯山かな。なんかいいルートがあればね通ろうと思います。はい、現在9時20分、道の駅磐梯出発です。雨が降ってたからさ、寄ってさ着替えてたんだけど晴れちゃった、まあ、でもまた降るでしょう。いやー降ったり晴れたりだ。今日は予定変更して観光はもうねないからやめて、新潟に一時帰宅します。新潟帰ったらやっぱ米でしょう。米食いてえな。味噌汁でしょう。納豆だな。はい、現在10時24分。はい、ただいま新潟県です。7月の10日から出発したんだったかな。で、
今日で23日目22日ぶりの新潟です。いやー、新潟帰ってきたか。まあとりあえず一時帰宅で、まあ2、3日新潟にいて出発するのかな。半分以上北海道にいたんだな。一応一時帰宅の予定としては、より良い装備を整えて、ちょっと取りためたデータを、ノートパソコンじゃきついんで、大元のパソコンにとりあえずデータ移動して、暖かくなりそうなので服装の見直しですかね。海パン持ってこ、海パン。あとはちょっとジムも寄って、こっちのっていうか、インボディっていうさ、すごい体重計があるんだよね。それにまず久しぶりに乗って、正確に自分の体分析して、あとこっちのホームセンターで割り箸買って、割り箸がね短いんだよね、向こうみんな。新潟の割り箸はね長いんだよ。だからね、肉焼く時とかね熱くないんだよね。てかキャンプのさ道具ってさ、やっぱ少なめがいいからさ、トングとかさ、ヘラとかさ、そういうのさ全部割り箸1本で済まそうと思うとさ、やっぱ長い割り箸が結構便利なんだよね。いやー、30度超えてたな。めっちゃ天気いいわ。いやー、新潟も捨てたもんじゃないなっていうか、むしろ新潟いいな。この辺はね、三河っていう地域かな。道の駅の阿賀の里っていうのが近くにあるかな。はい、現在12時です。新潟市内に帰ってきました。まあ、とりあえず一時帰宅です。で、次の出発がまあ、3日から5日後で、その間も YouTube や SNS はお休みです。ブログに関してはね、ちょいちょい編集してね、より詳しくね、詳しい内容にしていこうと思ってるわ。まあ、ちょっとずつしてるんだけどね。その日に使った料金、食費とかガソリン代、距離数とかね、そういうのをね、細かくしていこうかなと思ってます。とりあえず今日で23日目だったんで、次、まあ5日後か 何日後かに出発するときは24日目って感じかな。いやー、ここオレンジだよ。でも今日休みだから明日ね、毎日ここ来てるから。まあとりあえずまた何日後かに出発したときに、またねー。